はい、皆さんこんにちは、ダビッドソン坂田です。はい、この、オリオン32をですね、イメージとして、16イン16アウトのオーディオインターフェースとして、考えます。そして残りの16チャンネルをですね、例えばコンプや EQ とかのライン受けのエフェクターのパッチベイとしてイメージするような形で、分割してスタジオのシステムを作ってみましょう。はい、オリオン、32、こちら32チャンネルの、それぞれの入出力は、このコントロールパネル、だけで、構成されています。このマトリックスでですね、構成してあげることができるので、32チャンネル、こちら、むしろ足りなくなってしまうぐらいの、構築も、できるかもしれません。じゃあ、一例としてですね、例えばこちら、プロツールスの、素材、こちら、アウトプット3番から出たものを、17番18番に、接続されたアウトボードに、接続する、一例をちょっと見てみましょう。まず、この、アウトプットプロツールスアウトプットの3番がですね、こちら USB プレイの、3番というところにアサインされています。で、これを、DA 変換をして、エフェクターに送りたいので、この USB プレイをですね、ドラッグアンドドロップしていただくだけで、こちら、3番のルーティングができます。で、エフェクターの方でですね、アナログで返っていきますから、その、真上のチャンネル、17番、18番、17番からですね、それだけ使いたいのであれば、このまま USB レック、の方にの、3番に返してあげてもいいですし、さらにデイジーをしたい時であれば、この17番をですね、さらに、DAC の方に、ここで通してあげて、さらに返ってきた18番、こちらを、3番に戻してあげると。これだけで、簡単にパッチングができているわけですね。で、こちらちょっとご覧になっていただけますでしょうか。今左から、1番、2番っていうのを、デジしましたが、それを、パッチベイ使わずに、コントロールのソフトだけで簡単に、ルーティングができているわけです。はい、さらにですね、オリオン32をエキスパンドする、先日発売された、こちら。MP32、マイクプリ、32チャンネルですね。いや、モニターコントローラーの悟りなどを、活用してあげることによって、スタジオシステムの核として、さらに、可能性が広がっていくと思います。